今台湾の台中、台中に来ております。朝6時半頃ですが、日曜日ということもあってか全体的に空いております。このようにスクーターがあるのは台湾名物です。泊まってるホテルの近くを今歩いてるんですが、このように取り立てて何もありません。大通りの便利なところにあるらしいんですけれど、朝っていうこともあって何が何だか分かんないということで台湾報告終わります。台湾報告その1終わります。